改札付近ホーム中のべスキップロード地下化工事中の、当駅を出発する3450系、エバラ中野駅は、東京都品川区中のべ2丁目にある、東急電鉄池上線の駅である。駅番号は、愛家霊園。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。サービスマネジャー導入駅のため、旗の台駅から遠隔監視している。 2020年度の1日平均乗降人員は1449人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。当駅周辺には大きな商店街が3つ存在する。駅を出て右手北側に伸びるのがサンモールエバラ商店街で都道420号線まで続いている。逆に左手南側に伸びるアーケード通りが 中野ブスキップロードで、大井町線、都営地下鉄浅草線の中野部駅まで続いている。もう一つ、地図上で当駅から50メートルほどのところで、池上線と交差するのが、昭和通り商店街で、国道1号線から中原街道までを連絡している。かつては、係員上中の踏切で交差していた。開業当時の地名に由来し、 江原町と大技の中延部を複合させて、江原中延駅と命名された。また、池上線の前身である池上電気鉄道と大井町線の前身であるライバル会社の目黒蒲田電鉄との因縁で、江原中延と名付けられたという説もある。当時、池上電気鉄道は当駅を中延部駅として設置する予定だったが、 目黒蒲鎌田電鉄が先に、江原町駅と中延駅を開業させたため、それに対抗して、江原中延駅にしたというものである。ありがとうございます。